自分のやってる楽器をやめたくなったことってありますか？マンネリと挫折、また楽器に戻ってきた時にそれって必ず生きること、今その瞬間音を鳴らすことができるのは自分だけだって知ってから楽になりました。皆さんこんにちは、ベーシストの智弘です。コメントとかいいねとかくださる皆さん本当にありがとうございます。動画の内容はいつもふと思いつくものばっかりなので脈絡がないものばっかりだと思うんですけども、見てもらえて嬉しいです。今日の話題なんですけど、ベースに限らず皆さん自分のやってる楽器をやめたくなったことってありますか？僕は結構あります。僕は大学入学の18歳からベースを始めて、もう16年ぐらいベースを弾いてるんですけど、まあ、基本的には始めた時からずっとベースって楽しいな、最高だなって思ってます。今なんか人生で一番ベース楽しいんじゃないかなってぐらいベースって楽しい楽器だなって思ってます。ただ中には1年とか2年とかベースから離れたこともありました。本当に全く触らない期間ですね。まあ、そんな日々を乗り越えてというか、やり過ごしてというか、まあ、どうにか今もこうやってベースを触り続けているので、苦しかった時期の僕なりの乗り越えてきた方法みたいのをお話しできればなと思います。まあ、今から話す方法はあくまで僕がやってきた方法であって、楽器触りたくなくなった時の方法5選みたいなしたくないので、単純に僕が今までやってきた方法の中でこれは良かったなってものをただ紹介しようかなと思ってるので、ゆるっと聞いてもらえればなと思います。ではよろしくお願いします。僕がベースを弾かなくなる理由はいつも2つのうちのどちらかで、マンネリと挫折です。なのでマンネリに効いた方法と挫折に効いた方法をちょっと紹介しようかなと思います。まずマンネリに効いた方法、ベースを触らなくなった時のお話をしようかなと思うんですけど、そういう時に効果的だったのは、もういっそのこと全く楽器に触らないっていうのも一つ方法かなと思います。ちょっと楽器嫌になった時は本当に離れるっていうのを自分にもそうですし、見てくれてる方にもおすすめしたいですね。ベースとか嫌だな、つまんないなと思って触ってる時って上手くならないんですよね。普段だったら1時間で身につくことがなんか1ヶ月かけても身につかなかったりとかするので、もうそういう時はもう僕は思い切ってベース触らないですね。違う刺激に触れに行きます。映画とか友達との飲み会とか、なんか本でも何でもいいと思います。ベースから離れる、楽器から一回距離を置くっていうことであれば、もう他のことを楽しむっていうのは全然悪いことじゃないですし、楽器を触りたくない時に触れた他の刺激って、まあ、逃げたような形で触れた刺激であっても、また楽器に戻ってきた時にそれって必ず生きることだと僕は思っていて、まあ、いい映画を見たとか、なんだろうな、いい本を読んだとか、美味しいものを食べたとか、そういう刺激って結構楽器に出ると本当に思うんですよ。バカにならないというか、ベースの話で言うと、こう身体的には指だけで鳴らしてると思うんですけど、やっぱり楽器ってエモーショナルなフィーリングのものだと思うので、なんかそういう人生経験っていうとちょっと大げさ、ちょっと嫌ですけど、なんかそういうのって楽器の音にすごく出ると思います。なのでいっそのこと楽器に触れないで他の刺激に触れるっていうのはもう本当におすすめです。なんだろう、楽器をお休みする時ってもう戻ってこないかもしれないって思ってちょっと怖い気持ちもあるんですよね。せっかくここまでやってきたものをやめちゃうかもしれないって思うんですけど、本当に好きだったらやっぱ戻ってきますし、まあそこで戻ってこなかったとしても、まあそれはそれでいいんじゃないかなと僕は思います。もし例えば楽器やめたとしても、そこの心のスペースには必ず他のものが入ってきて、なんか埋めてくれたり、また楽しい時間が生まれると思うので、楽器から距離を置くってことはそんなに怖がらなくてもいいのかなと思います。もう僕も何回楽器から離れ戻り離れ戻りを繰り返したかわからないの で、そうやって離れると、なんだろう、このせっかく身につけた技術がどっかに飛んでいっちゃいそうな気もするんですけど、まあ意外とそうやって離れてる期間でなんか頭の中が整理されるのか、戻ってくると上手くなってるんですよね、不思議なことに。戻り始めはちょっと手動かないなとか思うかもしれないんですけど、1週間ぐらい触ってれば戻りますし、さっきも言ったようにいろんな経験が楽器に出てくれるので、マンネリに効く方法で言うと、もう一層のこと触らない、距離を置くっていうのが一番おすすめしたい方法です。でもう一個が、僕も結構やっちゃいがちなことなんですけど、新しい機材を買ってみるっていうのもいいんじゃないかなと思います。機材沼にはまってしまう諸刃の剣的な面もあって、おすすめしてもいいのかなとかちょっと思いますけど、新しい機材を買うっていうのはモチベーション付けにはすごくいいのかなと思います。僕もよくやります本当に新しい機材すぐ買っちゃいがちなんですよ。2年前ぐらいとか、なんか毎月ベース買ってそれ売って
また新しいベース買ってみたいな、頭おかしくなってた時期みたいなのもあって、やりすぎは良くないですけど、まあエフェクターとか新しい弦を試してみるとか、何か新しいマイニューギアをするっていうのはすごくいいんじゃないかなと自分でも思います。でも本当やりすぎ注意ですね。はい、ちょっとマンネリに効く方法だけですごい長くなっちゃったんですけど、じゃあ次は挫折に効く方法っていうのを僕なりに話してみようかなと思います。挫折からやめたこと何度かあります。何度もかな。本当とてつもないく上手い人いっぱいいるじゃないですか。 YouTube とか見ててもそうですし、ライブハウス行っても本当上手いなって人たくさんいて、恥ずかしい話かもしれないんですけど、僕一時期こんなに上手い人たちがいるんだったら自分がベース弾く必要ないじゃんってちょっと本気で思っちゃったんですよね。心が折れたっていうんですかね、もういいやってなっちゃって、そこからどれぐらいだろう、そこからそれが多分23ぐらいと思うんですけど、そこから多分 3,4 年ベース触ってなかったと思います。なんか僕16年やってるって言ってるんですけど、本当に多分キュッとベースやってた時間だけ見たら多分10年あるかないかぐらいだとは思うんですよね。それぐらい結構挫折で弾かなかった時期もあって、もう上を見たらキリがないじゃないですか。自分よりちょっと上手い人もいれば、 YouTube でとんでもなく上手い人もいるし、ベースっていう楽器の中とかでもレベル差があって、で本当に嫌になっちゃったんですけど、気持ちがすごい楽になった言葉というか、あの考え方があって、自分より上手い人って本当に何千人何万人っているけど、今その瞬間地球上のその場所で音を鳴らすことができるのは自分だけだっていう考え方は、僕はすごく知ってから楽になりました。友達とかとスタジオ入る時も、まあ、演奏面だけで言ったら僕より何倍も 何十倍も上手いプロの方が弾いた方が絶対、ね、演奏としてはクオリティは上がるけれども、まあ、そういう人を毎回呼べるわけでもないし、知り合いでもないし、巡り巡って今その場で僕が弾いてるっていう事実、僕が出す音は他の人には出せないですし、プロの方の音は僕には出せない。でもその場にいるのは僕しかいないから、例えばライブでお客さんの前で弾けるのはその瞬間自分しかいないっていう事実は、すごくベースを弾く上で僕は勇気づけられた考え方で、もう自分しかいないのだから、その瞬間の質を高めるためにもベース上手くなりたいなっていうふうに思いました。その考え方を知ってから、もう完全に僕の言葉じゃなくて、どなたかのブログ記事か誰かが YouTube で言ってたか、そのコメント欄でどなたかが言ってたかはわからない、もう完全に受け売りの言葉なんですけど、そういう考えが僕は挫折に一番効きました、どんだけ上手い人がいても、今その瞬間この場所で音を鳴らすことができるのは自分だけっていう考え方ですね、なんか挫折に効く方法、僕これの考え方しかなかったんですけどまああとは単純に自分の好きなあのアーティストさんとかのライブに行って、あのベーシストの前陣取って、やっぱベースってかっこいいなって思って勇気づけられるみたいなことももちろんありましたけど、まあこんな感じですね。なんとか今までベースを弾いてきたなって思います。僕も一回全部の機材を手放しちゃったことがあるんですけど、今機材全部高くなってるので、売るのは簡単だけど買い戻すの結構大変なので、なんとか手元に置いていただいて続けるのもおすすめかなと今の僕は思います。音楽を通して人に会うとか楽しい時間を経験するとかって、本当に僕はすごくベースをやってる上で変え難い素晴らしい時間だなと思うので、続けてみるのはいいかなと思います。この YouTube もそうですよね。楽器を続けていたから今こうして話せているので、なんか3歩進んで2歩下がるみたいのを繰り返してもベースを続けてきてよかったなと思います。まあわざとらしくいい話っぽく締めたところで、まあ、今日はこの辺で終わろうかなと思います。楽器続けましょう続けられる人は続けましょう。僕も頑張ります。ありがとうございました。